BMX 初心者パーマナカスンです。ジンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ本日はですね、はい、皆さんに朗報があるんですけども、はい、なんでしょう。はい、我々ラッシュ、まあ先日撮影をね、はい、とある撮影をしてきたんですけども、はい、なんと、松山市の公式観光ウェブサイトというね、はい、サイトがあるんですけども、我々ラッシュのこの YouTube の活動をですね、はい、見ていただいて、はい、なんと我々ラッシュそこにね、掲載していただくことが決まりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あらっす。いやーね、これねすごいことなんですよね。まあそうですね、もうオフィシャルということで、オフィシャルということで、はい、ありがとうございます。ラッシュ今チャンネル登録が2700人ぐらいで、ちょっと停滞気味ですけども、最近ちょっと動画をね、そうやね、はい、上がってないんですけど、はい、そう、ちょっとすごいね忙しくて、はい、なかなか手をつけれてないんですが、これからねどんどん動画を更新していきたいですし、今回そのサイトに掲載していただくきっかけというか、まあそういうところもね、今回の動画の今後動画を上げていくことにつながってくるんで、その辺もちょっと説明をしながらやっていきたいと思います。皆さんね、何のことやら多分わからないと思うんで、まずちょっと簡単に説明だけしていただけますか。まあね、松山市の公式観光ウェブサイトというサイトがあるんですけど、公式よね、本当に。まあそうです。その名の通り。まあ観光、まあ普通に松山観光とかで調べたら一番上に出てくる観光サイトなんですけど、結構おしゃれに作られてるところに、このラッシュがまあ先日ちょっとロケでね、いろいろこの松山市とか、まあ他のその周辺エリアの魅力をまあ伝えるということを目的として。行ったロケの写真とかね、まあいろんなところの情報がそこに載ってると、でそこに僕たちラッシュが乗っかってると。そうなんですよ。いう感じですよ。まあ11月の頭ぐらいに撮影をして、でつい先日、もうすでにね今掲載されてるんですけどね。はい、そうです。まあそちらは概要欄につけとくのでぜひね見てもらいたいんですけど、もうねいい感じの写真が。そうなんですよ。いやもうなんか。すごいなんか準備もね、皆さんにしていただいて、すごい、まあ写真なんでね、やっぱりその雰囲気作りとか全部こうやってくれて、めちゃくちゃこの依頼をもらってね、YouTube やっといてよかったなと、まあそうですね、思えた一つですね。まあそうですね。まあやし、このラッシュチャンネルは結構全国いろんなところの人がね、チャンネル登録していただいてるので、まあこれを機会にね、この愛媛県の魅力をまあ知ってもらって、まあ観光にね。来てもらえたらなというふうに思ってます。はい。まあということがありましたんで、まあ僕たちもね、そういった松山市のそういった観光の一つに携わらせてもらったんで、まあこのラッシュチャンネルをね、ちょっとまあ今後もっと有効活用していこうじゃないかと、ちょっと思っておりまして、月に1回ぐらいでね、まあそういった松山市の観光情報、ここめっちゃいいよみたいな、まあそういうのをまあお届けできるようなチャンネルにもしていきたいなと、確かにね、思ってるんですよ。いいですね。まあ今回いろいろちょっとロケ行かしてもらったんですけど、なんか意外とね、まあ僕らねずっと松山で、まあ出身も松山なんですけど、知らないっていうか行ったことないとこがほとんど。そう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 。こんなとこあったんだみたいな。秘境みたいなね。ね、結構いい感じのスポットもまだまだあるんじゃないかと思うので、まあそういうのもね、ちょっと今後紹介していきましょうか。はいはい。ということで、まあそういった感じでですね、撮影をしてきたんですけども、まあ今日はその撮影の一部をですね、まあちょっと紹介していこうかなと思っております。はい。でまあ、今後、その撮影場所にもう一回行って企画をすることもありますし、いろんな他の観光スポットにもちょっと行ってみようと思っておりますので、とりあえず今回はねその撮影した時の映像を見ていただけたらと思っております。はい、ということでそれでは早速、動画をご覧いただきたいと思います。それではいきましょう。レッツラッシュ。逆なんやはい、ということで、先日行ってきましたロケの映像なんですけれども、まずね、この三津浜焼き。はい、こちらですね。三津浜焼きのね、お好み焼きを半分に折ったやつでいいんかな。そうやね。定義としては。で、まあ、魚介とか、そばとか、魚粉丼とかね、いろいろ入ってるんですけど、これ三津浜焼きっていうんですよね。はい、愛媛県では松山か愛媛県松山では結構有名というかソウルフードみたいな B 級グルメやね感じで有名なところなんですけれども、三津浜にある那須さんっていうお好み焼き屋さんね、有名なところなんですけれども、なんか実家感があるね。ね、いいよね、ローカル感というか。そうそうそう、なんかね、おばあちゃんがすごい気さくな方でね、お茶目なんですよね。そう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 、やってて、そうそう、ビールを飲みながらいいよね、昔ながらのって感じで、なんか常連客の人もねいたりとか、かなりね、かなり雰囲気いいところなんで、そうそう、でも結構ね、意外と全国的にも有名なんかなって思うんやけど、いろんなあったね、いろんな人のサインがいろんなね方があったりとか、ありましたありました。結構ね、有名なとこなんかな、まあそう、老舗ですね、老舗ですね、なのでここねすごい美味しかったんで、美味しかった、ぜひね三津浜行った時は、そうですね、三津浜焼き食べる時はぜひ立ち寄ってもらえたらと思ってます。なんかいろいろこだわりもあってね、そばとかね、あ、そう言ってた言ってた、そばにもこだわりがあったりとか、これ出していくそんなかけってくる秘伝のなんか下からこうなんかガチャって開けてなんかこういうのかけよったり、そばに、あ、そう水じゃなくて、いや、水なんかな水じゃない、いや、分からんけど、すごいなんかあ、これが多分いや、そんなすごいことになるよ、秘伝みたいなこと言ってなかったと思うけど、言ってなかった、そうだ、俺が勝手に秘伝やと思った、うん、そうやな、まあまあ、でも美味しいです、とにかく美味しかった、美味しかったんで、抵抗もね、行ってもらえたらと思います。はい、そしてですね、続いてあ、投げましたね、はい、続いていったのはこちら、はい、郷島、うわ、これはね、景色がすごいですね。ここね、それこそ三津浜から近いか、もう三津浜で郷島っていうところなんですけど、三津浜があって、で船でね、10分ぐらい、10分ぐらいね、10分ぐらい船で進んだところに島があるんですよね、そうそうそう、郷島っていう、そこがねすごいロケーションも良くて、まあすごいなんかみかんとかも有名なの、そう、みかんも有名ですね。愛媛県といえばみかんですけども、その郷島はね、みかんがすごい特に有名なんですけど、そちらもちょっと行かせていただきました。はい、ここでね、釣りとかもちょっとやったりしたんですけど、海も綺麗なんですよね、海と山が、とりあえず自然がねめちゃくちゃ豊かなところですね。でこちらが夕日が峠っていうところで、隠れスポットみたいな感じだね。そうやね、俺らも松山市ずっと住んでるんですけど、こういうスポットがあるなんていうのは知らなかったんで、全然知らなかったね。まあ確かにちょっと入り組んでる感じはあるんですけど、いやでもね、あれは男同士で行っても楽しめるし、釣りとかできるしね、彼女と行ってもすごい、ああ確かに、夕日を見ながら、そうそう、いいとこあるよみたいな、いいね、いいとこあるけど行くみたいな、ああなるほどね、そこでちょっと告白みたいな、そうそうそう、船乗ってね、ちょっと行くみたいな感じで行ったけど、え、船乗るのみたいな感じにはなるけど、まあ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 、でもその先にはねすごいいい絶景が待ってるんでね、まあ郷島でちょっと遊びに行くっていう手にしといて、でちょっと夕方夕日見ながらっていうのがいいかな。そうやね、すごい、もうなんかね、海もね、なんていうかな、何やったっけ、海、峠やから郷島の言うと山頂というかね、もう両方見渡せるよ、峠やから、あ、そう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 、前後左右というか、もう360度海に囲まれてるみたいな感じですよ。でこの瀬戸内海がね、すごい瀬戸内海に沈む夕日と、あと島々、島々島々、本当にあれがすごい良かったです。なので皆さんぜひね、これは隠れスポットなんで、愛媛県に行く時に夕日が峠行くみたいな感じで言えれば、もう愛媛県のその愛媛県ランク S 級クラス2なところ、2なところですね。そこはプロにもおすすめなエリアですので、ぜひ告白プロポーズ考えてる方は、そうやね、いいんじゃないかな。みかんの中から指輪出すみたいな、ああこうやって入れるむずいよね生産のこのちっちゃい段階からもう仕込んどかんとそうやな、だいぶちょっと何年かかけないから、そうやね。ということで、夕日が峠、皆さんこちらもチェックをお願いします。はい、お願いいたします。はい、ということで2日目にロケ行きました。はい、こちらですね。はい、これね、水川なんですけどね、これすごいめちゃくちゃ綺麗、めっちゃ綺麗やった。そうそう、マジでこれが観光スポットねと思ったよね。そうそうそう、いや本当になんか吊り橋とかもあるし、めちゃくちゃいい感じのとこなんですけど、これ実は川がメインじゃないんですよ。そうなんですよ、めちゃくちゃ綺麗なんだけど、このね、なんだろう、この岩、これですよね。実はこの岩がメイン、そう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 、これ意外とすごいらしいですよね。そう、これがすごいんですよ。そうそう、俺たちも言われるまでは川を見よったよね。そう、滝を見よったよ。そうそうそう、すげえめっちゃ綺麗って思ったけど、それじゃないんよみたいな、その横のやつなんですよね。はい、でこの断層なんですよね、この岩が。実は断層なんです、これ。岩が断層で地震とかよく見たことあると思うんですけど、そのプレートがあるじゃないですか、こういうね、中学で習うやつ。そうそうそう、まあこういうのって大体地下にあるっていうか、海底とかね、海底とか、これがもうもろにむき出しのところなんですよ。そうそうそう、出ちゃってね。そう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 、飛び出してきてもよね。佐田岬半島っていうね、愛媛県にはこう長い尻尾みたいなところあるんですよね。ああ、この前ね、動物に例えたらこう、あ、そうそう、この間Eバイクで行った細長いところがあるんですけど、この半島に沿ってこうプレートがね、こうちょうど分かれ目があるんですよね。そこの分かれ目のちょうどここ。ああ、これが。そう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 。地震の時にここおったらもうずれるってことね。あ、そうやね。ちょうど。足こう断層の間にまた開けたら、ちょっとこう、ちょっとなれるっていう。ちょっとなれる。ちょっとこうなれるっていうのはできる。あ、できるってことですね。はい。まあそういったところもできました。はい。はい、これも秘境なんでね、はい、すごい癒される。あ、そうやね、断層だけじゃなくて本当にめちゃくちゃ川きれいなんで、そう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 、ぜひ行ってみてもらえると思います。お願いします。はい、はい、続いていきましたのがこちら、上林森林公園です。はい、キャンプ場ですね。はい、こちらでね、キャンプの撮影をしたんですけども、すごいなんかキャンプが行きたくなる撮影でしたね。そうですね、めちゃくちゃおしゃれな感じにしていただいて、ああいう感じだったらキャンプもやりたいかなっていう気はしました。あそこまでセットしてくれたらね、そうやね、あとはもう泊まるだけみたいな、セットしてくれる、自分らでせんっていう。そう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 、いや、すごいキャンプしたいなって思って。いや、絶対あそこ楽しいと思うよ、普通に。そうそう、森に囲まれてて、であそこね、行ったところ、ここが風穴も有名なんですよ。あ、そう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 、これね、そう、犬夜叉のね、そうそうそう、あれ風穴みたいな、まあまああれと意味一緒なんかでちょっと分からんけど、違う、あ、どうなる、そっから来たんかもしれない。分からん、そう、東温市を見て多分色くってキャラクターよくねみたいな、そうかもしれない。なんかね、あるんですよ、穴が井戸みたいな、めちゃくちゃでかいやつで、夏場とか行ってもめっちゃ冷たい風が、冷気がそこから出てくるみたいな、すごい癒しスポット、なんていうの、マイナスイオン、コラーゲン、グルコサミン、いろんな成分が出てるらしいんで、誤った情報や。パワースポットや。あ、パワースポットね。パワースポットっていう呼ばれるね、風穴っていうところが近くにあるキャンプ場なので、まあそういった風穴っていう観光スポットもあるので、まあそういうのも楽しみながらキャンプもできるという、そうですね、いうような形なので、魅力もたくさんありますんで、皆さんぜひお越しいただけたらと思います。はい、思います。はい、ということで、まあ今回こういった形で、まあとりあえずね、まあ何箇所かロケは行かしてもらって、まあ実はまあ他にもまあ何箇所か行ってるんですけど、まあ今後ね、そういったところもこのラッシュチャンネルの中で紹介をしていきたいなと思っておりますので、まあぜひね、まずは今ねちょっと紹介されてる松山市公式観光ウェブサイトの方で、まあ実際にラッシュが載ってるので、そちらもチェックをしていただければというふうに思います。ということで、以上、BMX システムラッシュパワーマンのキャストと主任でした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。